はいどうもじゅんじゅんです。今日も動画見ていただきありがとうございます。ということで今日は3月の注目するデバイス第2弾やっていきたいと思います。今後もこういったゲーミングデバイス関連情報を上げていくのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあてなわけでこちらの動画、その月に発表もしくは発売されるようなデバイスで個人的に注目したのを紹介していく動画となっております。てなわけでまずこちら、忍術祖の空のピンク色がふもふのお店に新しく入荷しました。まあ限定商品なので売り切れるともうさよならってなっちゃうんですけども、まあ価格は14,490円となっております。まあこちらのマウス、忍術祖の空はですね、重量なんと 45g で形も非常にいいマウスとなっております。元はエンドゲームギアの XM1 という形をまあ真似て作ったクローンマウスになるんですけども、非常に手のフィット感もいいですし、バッテリーの寿命も最大70時間ほどとなっております。センサーには最大 26,000dpi まで調整が可能なスイッチ、サイズ感も 120mm と、まあ、M サイズど真ん中ぐらいのサイズ感なので、まあ、かなりの人に合いやすいマウスとなっております。ただ値段的にホワイト、ブラックよりも2000円ほど値段が跳ね上がるので、そこだけ注意が必要です。あとはこちら、忍術祖の空のグリップテープも入荷しておりまして、だいたい1400円ぐらいで買えます。まあ、しっかり形作られてるんで、まあほんとただ貼るだけという形なので、空使ってる方ぜひチェックしてみてください。お次、ゲームセンスというね、海外のメーカーになるんですけども、こちらのね、レーダーというマウスパッドが有名なんですよね。こう真ん中に変な模様が集まっていくマウスパッドで結構有名なんですけども、こちらのレーダーというね、マウスパッドの新しいデザイン、なんかこう、目の錯覚を起こすタイプの、デザインがですね、登場予定になっております。まあ、黒、パープル、ブルー、レッドと、まあ、4色展開になるそうなので、この辺ね、デザイン見てほしいなって思う方もいるんじゃないかなと思います。結構ね、コントロールタイプというか、初動も重いし、止めめっちゃ効くし、みたいな感じでですね、まあ、プロの選手とかも使うようなマウスパッドになっておりますので、ぜひチェックしてみてください。続きまして、こちら、ピクセルというね、海外でちょっと話題になってるマウス、これも紹介していきます。まず、重量 40g。マグネシウム合金、まあ、金属製でできた50ドルのマウスになっております。まあ、日本円で7000円以下ぐらいです。まあ、まずですね、これを聞いた時点で、ま、ぶっ飛んでると、かなり破格。まあ、コスパがどうとかそういう次元ではなく、海外の方ではやっぱりこれね、もう空想上のものなんじゃないか、もう、ただ理想論を語ってるだけなんじゃね、みたいな風に言われているんですが、まあ、このね、ツイートをされてる、まあ、作ってる方、まあ、ピクセルのボス、こちらの方はですね、いや俺がこのマウスを実現させるみたいな風にリプライを返してるので、まあ、結構自信満々に作ってるらしいんですよね。で、性能もかなり申し分ない。センサーには 26,000dpi まで調整が可能なもの、スイッチには GM8.0 っていう最近ね、まあ、主流のスイッチ、こちらが搭載されてるらしいんですよね。で、さっきも言った通り、マグネシウム合金で50ドルっていうね。一応ツイートされたのが去年の12月頃になります。ツイートされた時はね、なんかすごい丸っこくって、ケツの位置結構後ろにあったんですよ。ケツ高マウスで、さらにサイドボタンがめっちゃ細いっていう。結構ね、まだこれは試作段階だったらしく、ボタンもね、ホイールの下に1個あるっていう状態だったんですよね。で、そっから3ヶ月経って、今月、まあ、2週間前ぐらいなんですけども、こちらが新しい画像で出てきました。ちょっといろいろ変わってまして、まず、ケツの位置が中央に来ました。まあ、さっきまでこの辺にケツがあったんですけど、なんと中央ら辺に来まして、で、サイドボタンもかなりぶっとくなってます。まあ以前のものはこんな細かったんですけど、かなり太くなりましたと。で、ここの透明の部分に関しては、奥の LED、まあ、RGB 的なのを透過させる役割があるそうです。で、一応サイズに関しては G プロと同じぐらいのサイズ感になるというふうにね、リプライ返しておりました。ということでいかがでしょうか？皆さんはこのマウス実現可能だと思いますか？まあ重量自体はね、ファイナルマウスの前例とか、最近 40g 前後のマウスって多いんで、その辺のね、まあ、ノウハウ的な構造を丸パクリすれば割と再現可能かと思うんですが、価格だよね。無理じゃない？普通に。もちろん実現できれば、まあ、革命ですよね、正直。このね、画像で満足のいくマウスが作れたと言っているので、まあ、こっから数ヶ月とかね、まあ、1年以内ぐらいにはこのマウス登場するんじゃないかなって思います。
まあ日本で買うってなると送料込みで、まあ1万円かなと思うんですが、まあそれでもね、レーザーの4分の1、ファイナルマスとかポーネージの3分の1の価格なので、まあかなりこの価格ならば挑戦してみる価値はあるんじゃないかなと思います。お次、X-ray パッドの極みっていうスピードパッド。これがね、どうやらなんか出る予定になってるらしいんですよね。まあこういうね、やっぱ漢字とか日本っぽいものってやっぱ海外受けがいいんでしょうね。日本のひらがなとか点図もそうなんですけど、日本人が見るこういうマウスパッドってなんかちょっとってなるよね。すごい滑り度が気になるんですけど、極みがちょっと、もうちょっと端っこで極めてくれてたらなっていうね。まあただ X-ray パッドね、個人的に大好きなので、ちょっと個人的に気になっております。お次、グロリアスという海外のメーカーから登場するモデル O2 というマウス紹介していきます。まあ前にも動画出したんですけども、まあ価格で言うとですね、無線の方が約$100、13,000円の送料込みで16,000円とかかな。で、有線の方が65ドル、9,000円に送料プラスして12,000円とかのマウスになります。まあおそらく日本にも来月ぐらいには入ってくるんじゃないかな。で、まず重量からお話ししていくと、無線の方が 68g と、まあ普通な重量。で、有線の方が 59g とかなり軽量なマウスになっております。で、センサーの方にはバンフ 2.0 というですね、最大 26,000dpi まで調整可能なセンサーが搭載されております。3395って新しいセンサーを改良したものですね。結構ね、前作の 2.0 じゃない、普通のね、1.0 の方のセンサーはかなり性能が良くってですね、結構評判良かったので、この辺も期待できるんじゃないかなとは思います。で、さらにね、スイッチの部分には、グロリアス独自のスイッチが搭載されているらしいんですが、ここ読むとですね、ダブルクリックエラーなしでって書いてあるんですね。要は、チャタリングが起きないという風に書いてあるので、もしかしたら、オプティカル的なスイッチになっているのか、この辺はちょっと気になるところではあります。で、無線の方に関してはですね、最大のバッテリー時間が無線だと110時間、Bluetooth にすると210時間ほど持つので、まあ、かなり長寿命なマウスになっております。まあおそらくめっちゃでかい重たいバッテリー積んでます。まあ正直無線の方に関しては重量 68g と、まあ、軽量マウスではなくですね、どっちかっていうと今までこう、RGB 好きだった人、カジュアル層のゲーマーの人に手に取りやすいようなマウスになってるかなと思います。個人的にまあ無線ではなく有線の方が、まあ、気になるっちゃ気になるんですけども、以前のものから若干形もこのね、サイドの部分がシュッてなったんですよ。前作は若干こうね、前側も膨らみあったんですけども、今作はもうシュッて一直線になりまして、若干形とかも変わっているので、個人的に使ってみたいなっていうマウスではあります。まあ、ただ一個懸念すべき点は、グロリアスのマウス、ちょっと、きしみ、たわみに弱いので、その辺しっかり改良されてるかは気になる部分ではあります。お次こちら、レーザーから発表されました、アトラスっていうガラスのマウスパッドです。なんとレーザーもガラスブームに乗っかってきました。サイズが 450×400mm。の大きさになってるそうなんで、まあもう 2-3cm 個人的には欲しかったなってとこではあるんですが、一応ね、表面がこのセンサーに捉えやすいようにマイクロエッジング加工っていうのがされてたりとか、あとはなるべく他のガラス製マウスパッドよりもザラザラジャリジャリなりにくいような加工がされているそうです。まあレーザーといえば、個人的にはね、このストライダーっていうね、かなり滑って割としっかり止まる、まあ、ちゃんとこういうマウスパッドを出してくれた前例があるので、この辺のね、ガラス製マウスパッドにも期待したいところではあります。ストライダーめっちゃいいんで、個人的にね、気に入ってるんで、こっちもちょっと頑張ってほしいな感はあります。値段もね、まあ15,000円ぐらいなので、ガラスの中では平均的な価格、厚さも約全体で 5mm ほど、海外のレビューアーのね、反応も悪くなかったので、レーザーさん欲しいなって。まあほんと最近いろんなメーカーがガラス製作っていて、例えばまあパルサー最近出ましたが、このスーパーグライドね、価格も 13,000円ぐらいで、まあ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 、まあそこそこの価格、まあデザインもしっかりね、白黒あって赤もありますし、他にも先ほど紹介したゲームセンスのソナーというね、前に紹介したんですけども、これね、なんとこんなガラスしてるんですけど、
これから製です。黒の通常版もあるんですけど、まあ、こういうのも登場していたりとか、もっといろんなねメーカーが今ガラス製を作っている、かなりブーム的な感じで来てるのかなと思いますので、ぜひ興味がある方はですね調べてみてください。お次こちら、伊藤木っていう有名なオフィスチェアブランドから登場したアクトゲーミング紹介していきます。まあこれねパッと見赤はすごい主張激しいんですけども、もともとアクトチェアっていうのがあったんですけども、それをね、まあ、ゲーミングっぽく見た目を色塗ったというか若干改良されたモデルになっております。自分ねどっかのこうオフィスチェアとかいっぱい置いてあるお店行って座ったことがあるんですよ。めちゃめちゃ座り心地良かったんですけど、もともとのアクトチェアがですね12万だったかな、まあ、10万超えのチェアでして、こいつもですねもちろんお値段は15万円とねめちゃめちゃ高いんですけども、座り心地はねとにかく良かったです。で、まあ、まず背もたれ、まあ、バックレストの部分がアーロンチェアだかセールチェアと同じくこういうね樹脂製のバックレストになっていて、あとはここ膝を支えるというかねこのねシートの部分がニュッて伸びるんですね、まあ、これで太ももの面積を増やして圧迫を解消したりとか、あとはしっかりランバーサポートも動くしっていうね、まあこういった機能性も優れているし、肘掛けなんかはですね、まあ、こんな感じで結構独立したものになっていて、すごいね、調整が効きやすいっていう。この辺めちゃめちゃ便利でした。で、座り心地ももちろんいいって感じだったので、ぜひお金がある方はですね、15万円で買ってみてください。お次こちらバクシーのワイヤレスマウスの最新情報入ったのでさっと紹介していきたいと思います。まあ、まずこちらのですねバーチャルキャストショッピングチャンネルってところでめちゃめちゃ情報解禁されてました。まあ、この一部をですね簡単にさらっと紹介させていただこうと思います。まずこちらバクシーのマウスバンジーのお話から、まあ、ここの部分がクリクリ回ってですね、あんまりこうバネにテンションをかけないようにするっていうね、機構にするって予定なんですけども、これの発売日がですね、4月の中旬予定となっているそうです。どうやら3月の後半ぐらいに詳しいスペックとか出るらしいんですけども、とりあえず来月ぐらいに発売が決定しております。さらにこちらでですね、NP01S の無線マウスの発売時期、まあ、告知時期をですね、発表されてました。まあ、大体6月頃に告知予定となってますので、まあ、おそらく告知されてから1、2ヶ月後の発売かなと。で、さらに他のワイヤレスマウスの発売時期に関しても触れてまして、アウトセット AX ワイヤレスが8月頃の告知、NP01 ワイヤレスが10月頃の告知になるそうです。まあ、なので今年の後半、これもね、パルサと結構競争になるんですけども、今年の後半にかけて、バクシーのワイヤレスマウスも新作が登場する予定となってるそうです。いや、ようやく来ましたね。NP01S のワイヤレスマウスですよ。パルサーもそうなんですけども、お財布の紐がゆるゆるになると覚悟しておいてください。で、その他にもかなりね、世界初の情報とか載せてまして、まあ、お伝えしたいところなんですけど、動画で流しちゃうと怒られそうなので、コメント欄に書き込もうかなと思います。一応内容としては、ゾーイの ZA みたいな形状出す予定はあるのかとか、左利き用のマウスを開発する予定はとかいう内容がね、あるので、その辺はコメント欄に文面で記載しようかなと思います。本当に開発担当の人しか今まで見てこなかったような、模型みたいなねこのモデルのものを登場させていたりもしているので、気になる方はぜひね概要欄に動画のリンク貼っておくので見に行ってみてください。ということで以上、今回も注目すべきゲーミングデバイス紹介させていただきました。まあ、最近はガラス製マウスパッド、あとはケツが高いマウスパッド非常に多くなってきてるんですけども、気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということで今日も動画見ていただきありがとうございました。今後もこういった動画見たいと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。